3によれば、あら、はるちゃん。嫌ですよ、はるえさん。はるえさんにはるちゃんって呼ばれると、なんだかくすぐったくて。あら、どうして？はるえさんだって、昔ははるちゃんって呼ばれてたんでしょ。ちょっと、はるなさん。昔ってことはないでしょ。今だって時々、はるちゃんって呼んでくれる人がいるんですから。じゃあ、なおさらよしてくださいよ。じゃないと、私もはるえさんのこと、はるちゃんって呼びますよ。あ、それいいじゃない。今日からはるちゃんコンビで仲良くやりましょうよ。あ、はるちゃん。ここにいたんだ。ちょっと何よ、はるかまで。自分だってはるちゃんのくせに。まあ、それはそうなんだけどね。はるなはいかにもはるちゃんって感じがするのよ。いいじゃない、可愛らしくて。私なんか大抵はるかって呼び捨てよ。そうね、はるかさんははるかって感じ。ああ、はるえ先輩もそうか。はるちゃんでしたね、昔は。何よ、昔々ってみんなして。そうよ、はるか。はるえさんは今でも時々はるちゃんって呼ばれてるんだから。そうよ、私たちははるちゃんコンビ。いえ、改めまして、はるちゃんトリオの誕生です。女が3人寄るとかしましって言うでしょ。まさにあれよね。かしましってどういう字でしたっけ。確か女という字を3つ重ねればいいんじゃないかな。木を3つ重ねると森になるのと同じで。かしましってどういう意味でしたっけ。まあ、やかましいってことでしょうね。やかましいはどんな字でしたっけ。やかましいは口の隣に宣伝の線かな。宣伝ですか。じゃあ、まさしく私たちの部署の宣伝部。そうそう、かしましい私たちにぴったりってことよね。となると宣伝というのはやかましいものなんですかね。まあ、うちの商品は本当にいい商品なんだから、こうして可愛い女の子が3人集まって口を揃えて宣伝しないと。あ、ちょっと待って、もしかして私今すごい発見をしたかも。何何。女じゃなくて口を3つ重ねると、ほら、商品の品の字にならない。あら、本当だ。どうしてかしら。あれじゃない、やっぱり3回くらい言わないと商品として認めてもらえないってことじゃないかしら。要するに3つ重なるのが大事なのね。他にもないかな、3つ重なってる文字。ちょっと待って、口が3つ重なるんなら耳なんかどうかしら。あ、ある。耳が3つで、そこへ口を付け足しますと、ささやくか。急にやかましさが消えて静かになります。静かすぎて聞こえないくらい。そうそう、耳が2つじゃ足りないのよ。だからもう1つ付け足して3つの耳で聞くのがささやき。なるほどね。他にもあるかな。あ、水晶の小の字なんてどうかしら。うん、火が3つもあるんだね。火っていうのは太陽のことですよね。そうじゃないかな。多分お日様みたいにキラキラ輝いてるってことよね。そうか、キラキラも3倍になるとダイヤモンドみたいに結晶するわけだ。いいな、ダイヤモンド。じゃなくてキラキラ輝くって本当に素晴らしい。ああ、春江さんはまだ十分輝いてるじゃないですか。ありがとう。まだ十分っていうのが余計だけどね。あ、また発見した。ほら、私たちの名前の春っていう字、よく見るとお日様が隠れているじゃないですか。あら、本当、下の方から日が出てる。っていうか今気がついたんだけど、
春という字は三人のお日様って書くんですね。そうか、つまり私たちってダイヤモンドなのね。